こんにちは出会いは就活チャンネルの清水です今日はですね二十二卒の方がですねいや一年間就職をしていや困ったことってこんなことなんだよねっていうことを皆さんに披露しますそういう意味で言うとですね皆さんもですねこれから就活する中で困ることがいっぱい出てくると思うんだけど二十二卒の方がですね実際に困ったことを参考にしてですねあこういうことってきっと困っちゃうんだなじゃあ事前にそのことを意識しとこうこれは我々がですね 2 2卒育方にですね1年間就活を通して実際に困ったことは何ですかっていうことを聞いてそのことをまとめた内容ですから是非先輩たちからのですね皆さんに対するアドバイスだと思ってですね注意してくださいそしてですね一番のですね皆さんこう先輩たちが悩んだことやっぱ皆さんと同じだね内定がもらえるかどうか不安でしたそうだよね内定もらえなかったら困るよねこれこの心配が上手かった次は相談できる相手がいなかった これやっぱりコロナだから1人で就活をしてね相談できる相手がいなかったってことがとても困りましただから友達を作って1人で就活しちゃいけないってことだねそして周りの状況が分からなかったやっぱりコロナで1人で就活していると周りの状況がわからないだから我々は皆さんに月に1回は周りの学生さんの状況っていうのをですね当社のイベント参加者のデータからお見せしてるんでぜひそれも見てほしいんですね周りは今こうなってるよぜひ参考にしてください。 なかったこのことも多くの先輩たちが困ったとそしてオンライン対策いやオンラインってまあいっぱい行われるからどうやってオンライン対策しなきゃいけないかってことはとても悩みましたこのことが多かったですそして企業選びこれも困ったんですよねこれが先輩たちからの声かでやっぱり多かったそして面接対策そして就活に取り組む熱量の位置が大変でしたこれ就活って長期スパンだよね 1>, 1年以上かかるまあ1年ぐらいかかる人もいるからそうするとこの間にモラル維持だって皆さんがね大学入試の時の同じぐらいの期間緊張感が漂ってるってことだねそういう意味で言うと1年間緊張感維持するの難しいよねだから熱量の維持がとても大変でしたこの声がありましたじゃあですね オンライン化に伴う心配の中でいうと具体的にどんなことが心配だったかっていうのを実際にいくつか具体的に先輩が困ったことを言ってるんで参考にしておいてねまず1インターネット接続環境。 これはですね多くの人がですねコロナの中で皆さん以外にも在宅勤務とかしてるから集中する時間帯があるとネット環境が不安定になりますよね。そういう意味で言うとですねインターネットの接続環境はきちっと確保するそのことがまず絶対条件です、1そして2つ目いや通信費用が高くなりました。これは多分 スマートフォンだけで皆さんが対応したりするとこの通信環境で動画送信とかすると莫大に費用がかかるそういう意味で言うとですねやっぱりハードできちっと引いとくみたいなことも踏まえて対応しておく必要があるんじゃないか通信費用が意外と増え,増えましたそして働く社員職場が分からなかったこれオンラインで皆さんが面接とか ね、あのインターンシップから職場の実際に働いてる人たちの情報が得れなかったってこういう形の内容が意外と多かったそして周りの状況が分からなかったそうだねだからやはり周りがどう動いてるかってことをまず情報としてキャッチしとくそれと 友達を作るってことだ、ね、で SNS 上でいっぱい大量の情報がルフするんだけどまあ真意がどうのかってありますだから我々は実際に動いてる学生さんたちの実際のデータを皆さんにお見せするのはそこのとこがあるんだね是非それも参考にいただければと思いますそして企業選びの中でやっぱり困ったまあその中でですね具体的に先輩たちが言っていただいてるのはこういう内容中小企業の探し方が意外とわからないんですよねと。 特に、まあ、今のナビの仕掛けにしても何でも社名を知らないと検索できないから社名を知ってるものに検索社名を知ってるものに検索社名を知らないものが検索かからないよってことになってどうやって探していいんでしょうか。 まあこれはですね我々、出会いは偶発的な出会いだからイベントに出,て出るとねあなたたちを見て評価された企業からスカウトがかかるそしてスカウトサービスもやってますからそういうのをご利用いただければいいと思うんですねそして第一志望が決まらないこと結局これ自分の軸が定まりきれないことによって決めかねちゃうこれがあった。そして 大手以外の優良企業の探し方選び方もわからない、まあ、こういう学生さんたちが多く出てるねそして自分が何をしたいのか時々わからなくなるこれがやっぱり軸がですねきちっとしないことによってブレていくってことがやっぱ起きてるってことなんだねそして将来のビジョンを考える際に自分の先行に進んでいる企業がマッチしてるかどうかがわからなくなるこれもね やっっっぱり軸の軸のがですねきちっと定まってないどんな仕事の内容がいいかどんな人と働くのがいいか将来こうなりたいみたいなものがきちっと決まってないことによって起きるのいいですか何々業界の何々会社に入っていのは就職の軸じゃないからねこの部分のとこで企業選びで困ったっていうのが具体的に出てきてるのがこういう内容そして ES 対策 ES の質問項目が会社ごとに個性があり一つ一つ書くのが大変これはですね あの同じような系統の番組でお話したようにですね ES 各企業の個別の質問があるああいう内容がいっぱい出されるとね一社一社に対してそれを書くのに手間がかかるまあこういうことの問題が起きたってことだねそして ES を書くのに時間がかかりすぎてしまい間に合わないことがいっぱいあったこれは早いうちに ES が完成できてないとね何度も何度も何度も直すみたいなことがあってできないからなっちゃうだから早めに ES をきちっと 出来上ががるようにしとととくっっててここ重要だってことだねそして「ES」を論理的に書くのが難しいこれは我々も番組でも「ES」の論理的の書き方っていうのを何度もお見せしてるでも聞いただけじゃ分からないだから ES 添削の中でも僕は何度も何度もやってあげるんだけどやっぱりきちっと直しきれないなぜかっていうと「見る側の視点で書いてないからなんだね」。ままあ、これも番組いいっぱい流してますからそれを参考にして「面接対策」「困ったこと」「一時面接が通りません」 なんで私は一時だけで起こる落ちるんでしょうかとかケース面接でものすごく落ちましたとかねなかなか面接になれる時々話が詰まることが多かった私三次面接が突破できないだからいろんなタイプで一時で落っこっちゃいすぎる12位まで順調にいくんだけど清水さん最終でボンボン落ちちゃうんですなぜなんでしょうかこういうことがいっぱい起きてこれはいろんな面接の中でも僕もお話してるんですけど一時で落ちる人たちは実際に自分がね コミュニケーションの基本のところで相手の質問にきちっと答えてないんじゃないのそういった志望動機きちっと話できてないの一時面接っていうのは基本的なコミュニケーションの部分を見てるケースが多いからそして最終面接は本当にその会社に入りたいのとかその辺の部分の基軸がきちっとされてるかどうかが問われるだから面接の内容一時、二時、三時によって聞かれる内容とか質問深掘りが違うよってことを面接の部分の音が上げてるからそれを参考にいただければと思いますそして面接対策ですべきことが漠然として困っていますこれも 動画でそういうも投げてますからぜひきちっと見てほしいんですねそして面接で話し方がぎこちなくなる面接官にフィードバックをもらうといつも言われます君こういうとこちゃんとしなさいよってある面接対策っていうのは皆さんがですね意外と後で困ってしまうってことが起きてるってことなんだねそしてその他これはきっと実際に枯れると文化系の大学院生を良い意味でも悪い意味でも特別視する企業多いなぜあなた文化系なのに大学院まで行ったのって質問がされるんだよね 理系って大学院まで行くのは実は今普通なんです。 あの上位校だったら8割から9割引率で引率じゃないと多分あのその辺のまあいわゆる技術をちゃんと持ってないっていうんだけど文化系だと何のために院に行ったのってことがやはり偏見も含めて持たれてるからまあそのことに対してきちっと答えられるようにしなきゃいけなかったってことが言われてるんだね困った留学生などで日本語に困るこれはねその留学生の方日本の企業でですねいわゆる外資系じゃない場合にはですね日本語検定2級以上がやっぱり必要と言われてますから日本語は流暢に喋れるってことが結構重要な要素を なってるからそこのこのとを意識してくださいねそして本命企業以降に熱が入らないんですよと、ね、そこのことはねだからどこの会社でっていうで受験だって同じねま何々大学しか決めてないからなんとかじゃなくてこの会社じゃなきゃいけない理由って本当にあんのってことを考えたら、ね、やっぱりいろんな会社を見てあ,あいいなこの会社って受かろうだからねどっかに絞り過ぎちゃうことによって熱が入らなくなっちゃうから注意してねと。そして就活のギアが乗ってくるまで不安が多かった。 就活のギアが乗ってくるこれはまあ多分皆さんも受験の時にあったのかもしれないけどね安定してある期間のねこう,こうなんだろうな維持するためにどうしなきゃいけないかこれが大変だったってことだねそして学歴フィルターでマイページに消費させる、ね、ものが違うことに痛感してるこれ学歴フィルターはあります皆さんはっきり言っときますが学歴フィルターはあるしなくならないと思いますだって皆さんだってある種の大学っていうのは勉強ちゃんとやってきたんじゃないのかっていう前提で見てることがあるってことだね まあ、じゃあ、清水さん、じゃあ、何のために筆記試験やるんですか。これ、筆記試験はね、やるんだけど、今の筆記試験がね、こうやってコロナの中でウェブ化しちゃうとですね、何が起こってるかというとですね。本当に自分で解いてる奴は誰なんだみたいな出来事がおって、いたちごっこになってるよね。まあ、そういう意味で言うと、学歴が見られてしまってる。だからといって、学歴を見ない会社もあるし、ね、学歴のフィルターで落とされた企業は。そういう会社なんだと思いなさいってこと。なん そここに行ったったてことは学歴フィルターで見るってことはさ入社した後も学歴フィルターかけたままで昇進昇格が決まっちゃうってことなんだよそういう自由度のない会社に入って幸せですかってことも含めてあなたたちが自分が受けるべき企業を決めることが重要だってことだねそれ以外に対策でこれ今いろんな困ったことに対して途中途中でも話したけど対策は何かっていうと情報交換できる友人をまず作ろうこれが重要一人でやっちゃいけない友達を作ってね二つ目 実際のの企業の職場環境と働く人に接点を持つ必要があるだから必ず、ね、どんな人が働いてる職場も見れるってことをしましょうそして幅広く企業を見てくださいそして自己分析をして就活の軸を意識しながら企業の接点を持つ、ね、就職の軸っていうことと企業を見て自分が合ってるってことをいつも意識しながら就職をすることが重要。 そして「対策は早めから打ちなさい」これが多くの人が言ってること困ったことに対して皆さんもそういう対応をしていきましょうさて夏のインターンの書類選考の結果が今出始めていますそういう意味で言うとああ落落ちちちゃっったたいいいんんでですすすからって心配する必要はないんですその分だけねインターンに毎日毎日街行ってるそれだけでねやった気になっちゃうのそうじゃなくてちゃんとみんなが言ってる先輩たちが言ってる選考対策もやっとくそしてワンデーでもいいからいろんな企業に出会いなさい 調べ方わかんなかったら我々のようなイベントも大切にしなさいってみんな言ってるんだから。そういう意味で言うと出会い場のイベント、そして7月1日から出会い場スカウトサービスも実施されます。プロフィールを書いていろんな企業からスカウトされてそこの企業のインターンに行こう。そのことができればと思います。ぜひ出会い場のスカウトサービス、出会い場の会員になっていただいてプロフィールを書いていただいてお待ちいただければと思います。ぜひ今日見ていただいてよかったら高評価、そしてチャンネル登録もこの機会にしていただければと思います。よろしくお願いします。